ピートモスピートモスとは、水ゴケ類などの仙体類、ヨシ、スゲ、ヌマガヤ、ヤナギなどの植物が堆積し、腐食化したデータンを脱水、粉砕、選別したもの。農業、園芸用土、もしくは土壌改良剤として用いられる。日本では、水ゴケが主原料となるヨーロッパ産のピートモースが多く流通しているために、ピートモースとは、 水苔の英語名のような誤解をされることがある。実際にはピートモースとは、低炭素から切り出した複数の植物から作られる用土であり、水苔以外の複数の植物が原料のピートモースも存在している。通気性、保水性、保湿性が高く、有機酸を含むため、通常酸性を示すが、石灰を加えて中和し、中性にしたものもある。 土壌改良剤としては単品で使う他にパーライトやバーミキュライトと混ぜて使用することも多い。ピートモースは植物が部分的に冷炭化した物質であり主成分としてリグニンとセルロースを含んでいる。リグニンは繊維金属のような養存物質に対して高い特異的吸着性能を示すため油の吸着保持や生分解が期待される。 一般的に圧縮して袋詰めされて流通しており、開封後、水分を加えて元の体積に戻す。よくほぐし、適度に湿らせた状態で使用する。水苔を主成分とするものは、一度完全に乾燥させると発水するようになり、再び水分を加えても、完全には元に戻らないことがあるため、乾水には十分注意する。また、 おでのようになった細かいピートモスは通気性がなく、寝腐れや病害の原因となるため持ちいない。主な産地はカナダや北ヨーロッパ、カラフト、北海道など。産地により元となる植物の種類や構成品が異なることから、その物理的性質も多少異なる。下記に示す特徴は一般的なもので製造業者、原料再出地により異なることがある。 ありがとうございます。